1> 1月26日公開用の投資戦略アップデートです今回は1、米株高が止まらない理由二ただし一部に過熱感3、いわゆる仮想通貨には最大限の注意をこんな感じですはい、えー、もう本当株高止まらないですね、まあ、特にアメリカなんですけれどもあのー、まあ、基本には、えー、とドルが安くなるとその分あのー、 アメリカ株高くなるって、まあ、ずっと言ってきたんですけれども、その通りになってますね。まあ、SP500 で言って、あ、ごめんなさい、えっと、SP500、まあ、SP もうね、去年からずっとですよね、もう去年の、えー、まあ、8月にもみ合った後はもうずっと上がりっぱなし、それから、まあ、えナスダックも、まあ、いね、ちょっと、 ヒヤッとさせられる時もあったんですけれども、その後はもうガンガンガンという風に上がってきています。1月はかなり好調です。で、まあ、日本の場合、この16連投でかなりや,やっちゃってですね。あの、やりすぎなところがあって、もみ合いに転じたんですけれども、まあ、年明けて抜けてからですね。こちらも堅調な展開という風になっております。でもまあ、えー。前々から言ってるようにね。あのまあ、これはバブルになると。 えー、いうのが、まあ、実現してきて実はほっとしています。もうこれ、あのー、非常にこう95年から、えーまあ、2000年ぐらいまで続いたボットコムバブルにすごい似てるっていう話してきたじゃないですか。でうんまあ、やっぱりこれだけ燃料があると、ね、どっかに集まらざるを得なくてでも今、あのー、本当いろんな、えーまあ、新興国なり仮想通貨なり いろんなね、こう、花が、まあ、そのバブルのこう燃料の上にですね、まあ、鮮やかな花がたくさん咲いていて、これってまだ終わりではないんですよね。あのー、まあ、何回も言ってるんで、えー、会員さんなんかね、これ聞いてもまたかよって同じ話じゃんって思うかもしれないんですが、まあ、興味のある方はですね、えーまあ、会員になって過去のビデオなり、それから、 あのレポートなりを読んでいただければと思います、まあ、い同じことしか言ってないんでなるべくしてなったというような感じですねそれからあのただですねさすがに上昇9年続いてきてちょっと過熱感みたいなものが一部には出てきてるんですよあのいやもうこれ終わりだわ売れっていう感じではないんですけれどもああちょっとじわじわ来てるねっていう感じの 加熱感ですねまああのー、日本はねちょっとそれでもまだマシなんですけれどもまあアメリカ辺りではぼちぼち出始めてるかなとでもやっぱりマクロ的にはまだ全然終わりに近くないというようなイメージですねそれからあのー、仮想通貨えー、まあちょっとブログあるいはあのー メルマガでは、ですね、もう本当に気をつけてくださいとずっと言ってます、あの例えば、そうですね、まあ、ここのところもあの仮想通貨の話ばっかりしてるんですけれども、まあ、えー、まあやばいよ、やばいよっていう話をしてるんですよね。でもまさに今日のニュースなんですけれども、あのー えとコインチェックという,もう取引所がありまして、まあ、私でも知ってるところなんですけどもテレビテレビ CM をたまたま見たことがあるんですけど、ね、これでまあ 600, 円600億円ぐらいのにあたる、まあ、ある通貨が、えー、不正に引き出されたというニュースでそれでこう今あのなんですか、えー、仮想通貨の市場が全面安になっています。ビットコインも、ね、一時万、えー、万円円ベースで100万円を切れ ギギリギリまで落ちたのかなえー、っと急落しています。で、えー、これで空見たことかというつもりはないんですけれども、あのですね、もうさい、えー、っと、えー、いくらその登録制業者さんを登録制にしてもですね、その発行レベルの不正、それから保管レベルの不正、取引レベルの不正、インサイダー、えー、相場操縦、なんでもありの世界なんで、あのー、 全全然安全じゃないんですよね儲ける、儲けないとかバブルだ、崩壊だの前にそもそもそれって誰かが手を突っ込んであの奪ってしまう仕組みのものなんですで別にあのアカウントと例えばメールアドレスと,がと誰かが結びつけばねそこでこうあの犯人やっと捕まるんですけれどもそれも難しいな,なのでこう、うん やっぱりね犯罪、マ、えーまあ、ネロンだとか不正送金麻薬銃金、えー、武器の取引、えー、人質の身代金、まあ、そういったものにやっぱり使われやすいっていう宿命なんですよね、これはなので、かたの人それから先進国のにいる人は全くこう使ってはい、使う必要のないものであるということを、えー、ずっと主張してきましたこのビットコインはなぜやばいっていう本ですね。でまあ、うんまあなる 起こるべくして起こった事件でですすよねでも,もうすいません関係者の方には失礼なんですけどコインチェックさんってあれですよねその去年の,その取引所登録の時に、あのーまあ、書類をその当局に出して、でも、えー、と9月ぐらいでしたかね、でも,、まあ、もう何ヶ月も認められてないという業者さんですよね、でそれでもそういうところがテレビ CM を打って 金を集められるというところに私はすごい危うさを覚えるわけですこれ本当にハッキングかもしれないし内部の人が単に横領したのかもしれないしでもあの仕組みとしてはできるできちゃうわけですよそのなんですかねえっ、ー、と メールアドレスと秘密鍵両方預けちゃえばそれはあのインチキするなって言ってこう命令する方が結構きついですよね私が中にいる人間だったらこれすぐ自分のものにできるんだよなって <laughs> やっぱ思っちゃいますよねこれはあの真相わかりませんだけど構造的にあの例えば株だとか他の債券だとか通貨といったあの 本当のですね、資産として、えー、伝統的な資産とは全く違うそもそも投資家保護の仕組みのこう枠外にあるものだというふうに思ってください、まあ、ちなみにこれがあと、まあ、例えばある朝起きたらねあの今までこう何千万何億だと思っていたこの電子アイテムがゼロに近くなるというのは十分あると思います なので、えー、ともしね取引してる人も,もう、今の段階で取引してる人、私がもうどこ行ってもしょうがないんですけれども、まあ、気をつけてくださいねとしか言えないですよね。ただ、これが下がったからといって、株式市場が崩壊するとは思っていません。まあまあ、これも、ね、レポート等でよく言ってるんで、あのーえー、興味のある方は読んでみてください。以上です。